はい、どうも日差しです。今回のテーマはサイコパス。サイコパスとは良心のない人、愛情や罪悪感、共感能力が欠如した人のことを言い、一度タガが外れると目的のためには手段を選ばない強行に出ます。まあ簡単に言うとやべえやつ。なので今回は龍が如くジャッジアイズに登場するそんなサイコパスキャラ4名を個人の独断と偏見で解説紹介していきたいと思います。では行きましょう。まず最初は龍が如くゼロに登場した佐川司、大阪の近江連合の佐川組組長です。ゼロでは島の組を追放された真島の監視役として誠を執念深く付け狙ってきた人です。ひょうひょうとした雰囲気で一見渋いちょい悪親父に見えますが、しかし真島との約束を平気で破ったり、怒ると結構怖かったり、極道らしい悪人です。すべて見透かされているような佐川の言動には何度も肝を冷やされました。ですがそんな彼の狂気の人間性はここまで隠されていました。ある時佐川は登場界への復帰を条件に真島に牧村誠という人間を殺せと命令し、真島はそれを遂行するためにターゲットの元を訪れます。しかしその牧村誠というのは目の見えない女性であることが分かり、その場の流れで真島は彼女を助けてしまいます。もちろん佐川がそんなことを許すわけもなく、部下を使って真島たちを襲わせ、彼らはなんとか逃げ延びるのですが、仲間が用意した車の爆発で真島と誠は吹っ飛ばされてしまいます。意識が朦朧とする中、そこへ佐川が現れます。その時の表情がこちら。いや怖いよ。佐川は悲しいじゃんと言いつつこちらに銃口を向けてきますが、まさにこの時の彼の言動には狂気しか感じません。一切悲しいとは思っていないけど、それを演技で表現しようとする彼はサイコパスだと感じました。そしてこの後わかるのですが、佐川は子供の頃内緒で飼っていた文鳥を親にバレて飼い猫に食い殺された経験があり、次の日その猫を自ら処分したというサイコエピソードを話しています。子供の頃からとんでもないな。この人だけには命を狙われたくないですね。続いて龍が如く3に登場した峰義高。龍が如く3に登場した登場会白鵬会会長で物語のラスボスです。峰はもともと孤児で、幼い頃の貧困のせいで周囲から差別を受けた経験から人間不信な面がありました。なので苦労して大富豪になり、金しか信じてなかった彼は人間の絆を見つけるために極道に入門しました。その際彼の兄貴分の神田に金で取り入ったことから、その後もこの海坊主には峰はいい財布扱いされており、それが峰のストレスでもありました。しかし極道になり、堂島大吾という唯一心から信頼できる人物に出会った峰は登場会のために尽力していましたが、ある時その大吾が敵の凶弾によって倒れてしまいます。そこから峰の支えが消え、恐ろしい本性が姿を現しました。峰の事務所で暴れまくる神田に峰はついに切れて、今までの恨みをぶつけるがごとく蹂躙。その後峰はアタッシュケースを持って桐生たちの前に現れますが、その中身を披露すると一同は凍りつき、力也は嗚咽し、真島は神田とつぶやいたことから、中には神田の首が入っていたと思われます。またその後も大吾を馬鹿にした部下をフォークで突き刺したり、その意識不明の大吾を自ら殺そうとしたりと、峰は誰も手がつけられなくなっていきました。なのでそんな峰はサイコパスの一員だと感じますね。人の生首持ち歩いてる時の峰はどんな気持ちだったんでしょう。続いてはジャッジアイズに登場した翔の幼児です。翔野は国の創薬センターで働く研究員で、認知症の特効薬となる新薬アドデック9の開発の第一人者です。研究が進み、センター長の木戸とアドデック9の存在を世間に発表してからは、夢の新薬として世間から認知症患者を救う希望の星としてもてはやされました。その第一線で働く翔野はとても研究熱心で、まさに時の人となっていました。
というのは表向きの姿で、実はその正体はアドデック9開発のために何人もの人体実験を行い、その命を失わせているサイコパス研究員でした。実はアドデック9は試験的な人体への投与がなかなかできず、ショーノはそのことに納得がいかず、なので独断でフェンターに入院しているとある老人に薬を投与し、彼は新薬の効果を実証しようとしました。しかし結果は思っていたものと違いました。老人はもだえ苦しんだ後に亡くなってしまい、ショーノはその事実を隠蔽します。アドデック9は人体に有害、その事実を記者会見を終えた木戸に打ち明け、ショーノは自分に協力しなければあなたも破滅すると薬の人体実験を強要し、新薬開発のため秘密のラボで何人もの人間を実験材料にして殺めています。そして驚くことに、アドデック9を投与した人間はその毒素が目に現れることから、被験者の死体からショーノは毎回目をえぐり取っていました。他にも開発のために邪魔な人間を殺したり、その罪を他人になすりつける吐き気を催す邪悪、しかもショーノは罪のない人間に危険な実験はできないと言ってヤクザをメインに実験を行っていたことがハムラによって判明します。アドデック9完成のため人の命も厭わないマッドサイエンティスト、ショーノはまさにサイコパス。サブタイトルの死神がモグラではなくショーノだと分かった時は本当に驚きました。いよいよ最後はロストジャッジメントに登場した相馬和樹です。相馬は登場会解散後のその受け皿となった半グレ集団 RK のリーダーです。ひょうひょうとした捉えどころのない性格で、極道時代から人の嘘を見抜くことを得意としており、 RK をより大きな組織にするという野望を持っていました。と一見チンピラたちのボスを務める相馬でしたが、しかし実は相馬は登場会構成員時代からとある秘密があり、それによって登場会が解散することやその後の RK 設立など全て見越して動いていた人物でした。そしてその秘密の源であるバックの巨大な後ろ盾が相馬の強行を加速させます。相馬は怯えている女性の首をアイスピックで刺す、いきなり男性の喉をかっ切るなど、任務のためなら誰だろうが容赦なく殺め、殺しをすることに一切の躊躇がない凶悪な悪党でした。なのでそのための女用のアイスピックと男用のナイフを常に携帯しています。そんな自分のことを相馬は必要悪だと言っており、その行いを社会の秩序を保つ正義だと考え誇りにすらしています。そんな自身の悪事を話す彼はサイコパスを表すキャラクターだと判断しました。相馬は矢神と肩を並べるほどの戦闘力の高さなので、銃を持っているそこら辺のモブよりナイフを持っている彼の方がよっぽど怖かったですね。加えて専用 BGM のバイパーはどこか不気味で、彼の狂気性を引き立てる名曲でした。ということで、龍が如くジャッジアイズに登場するサイコパスキャラ4名の解説紹介でした。ジャッジシリーズは他にもサイコパスっぽいキャラがたくさんいたので、誰を紹介するのか悩まされましたね。このチャンネルでは龍が如くの解説紹介動画を上げていきます。動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。